改めて自己紹介します。ムロツヨシです今日は楽しい楽しい舞台挨拶になりますよう全力で臨みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、おはようございます。本日は朝早くから、劇場にお越しいただきまして誠にありがとうございます。何年も前からお世話になっている先輩が大変全力で挨拶をされたので、一応後輩なりに頑張ろうと思います。伊藤さんです。楽しい、挨拶舞台挨拶になることがもう確約されているような始まりでしたけれども、僕はちょっと一応歌手なんでマイクを通してご挨拶させていただきます。畑本博です。よろしくお願いします。そうですね、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。迷惑をかけるんじゃない。しょうがないじゃないですか。だってもう3人でやる舞台で君までやったら畑さんにご迷惑かかるだろう。完全にボールこうやって投げられたと思ったんですよ。ちか俺今日初対面だぞ。ちょっとやっぱ順番だけ考えてほしかったですね。本当に申し訳ございません。絶対僕が最初だったんじゃないかと思うんですけど。変なことやってすいませんよ。大丈夫ですか。すいません、レイラさん申し訳ございません。おのおの自由なスタイルでいきたいと思いますが、はい、はい、親子ほどの年の差はないので、であの生徒と教師、それから上司と部下という役柄をやったんですけど、もともとその性格上似ているところもありまして、兄弟のような仲のいい友人のような関係にちょっと最初の作品になってしまったものですから。親子というのがね、わちゃわちゃしすぎちゃわないかなっていうのが、それが難しかったですね。アフレコ、あの声を入れる作業も2人でこう一部屋にいるもんですから、どうしても話がそれて違ういろんな思い出話だったり ね、 そうですね、余計な話をして仲良くなりすぎちゃうところをどうにかして親子に持っていくために、しかも僕がいろいろおっちょこちょいなことを言ったり変なことを言ったりして正すという役だったので、まあ、沙莉さんが大変だったんだなと。なんで今沙莉さんって3をつけたのか分かりませんけど。はい、沙莉さんいかがですか。そうですね、まあ、でもあのこのように一生面白い方なので、あのなんというか笑いを、なんで一生つけたんだよ。いや一生面白いじゃないですか。一生面白くないよ。なんか休む間もなく面白いことを言ったりやったりされる方なので、なんかなんですかね、でも普段のあり方と意外と変わらなかったりとかもして、ムロさんが結構こうふざけたりとかちょっとボケみたいなして私が何言ってるんですかみたいな感じでやってたんで、なんかその感じがこう流れとしては似ているなと思ったんですけど、ただ私が多分ムロさんに対するツッコミが強いので普段が、だからそうだね、普通普段はね、普段はだから娘とは、この娘とは、ね、ちょっと違うくて、うん、なんか可愛くその違うよみたいな、うん、言うのがむしろ難しかったですね。それ何言ってんすかみたいになっちゃうから、やっぱり、うん、なんかそこがちょっとこう普段との違いをつけるのが大変でした、うん、なるほど。目覚ましじゃんけんじゃんけんぽい。伊藤沙莉さんはチョキを出しました。暑い朝になります。水分いっぱい取ってくださいね。